黒黒黒いです。今回紹介する商品は、デン、こちらと、デン、こちらとなっております。いやー、やっと来ましたね。鈴木福くんの変身ベルト。あれ、もうちょいでかい箱で来るのかと思ったんやけど、意外と小さい箱で、可愛らしい箱で来ましたね。そんじゃ早速、開封していき、箱から取り出しました。早速やっていきましょうか。いや、かっこいいな。うん。いや、かっこいい。トリガー引くと銃撃音が鳴りますね。で、ここを押すと外せます。ここを引くとフィニッシュモードって言って、フィニッシュモードで合ってるな。で、もう一回押すと、サポートモードになりますね。それじゃあ、早速変身遊びやっていきましょうか。こちら側に、この、レイズライザーカード。レイズライザーカードというものをセットします。技術の面が上になるように、こういう向きでセットしてもらいます。そして、この中にぶち込みます。変身。最後、狐の鳴き声が鳴りましたね。今思ったんやけどさ、押すとさ、青色に光るんだな。で、外すと、白色に光るんだわな。多分、ライザーカードの色によって、この画面の色も変わってくると思うんだな。よし、じゃあ、ジーンは以上ですね。仮面ライダージーンは、こちらのライダーでございますね。こっちにも映っております。これが鈴木福くんです。OK。じゃあ、次、ベルバ行きましょう。バッファが映っておりますね。この、マークが上になるように、セット。そして、セット。あら、可愛らしい声。ちょっともう一回やるわな。俺の声で邪魔してたと思うけん。変身！かっこいいですね。仮面ライダーベルバーですね。こちらのピンク色のロボットみたいなやつですね。めちゃくちゃでかかったよな。こいつだけ一番でけえんだな。仮面ライダーなのに。
まあここは一緒やな。で、画面の色が紫かな？変わってますね。 OK、 じゃあ次行きましょう。次、ケララ行きましょう。タイクーンが描かれておりますね。じゃあセットしていきましょう。セット、セット。お前間違えた。ケララやってたな。ケケラやったな。ごめんね。ケケラです。ごめんなさい。変身であります。緑に変わっております。いいね、緑色の画面好きだな。かっこいいな。 OK、以上、ケララ。最後、キューンでございますね。ナーゴの ID が書かれてますね。それでは、セット。変身。このカチャカチャっていう音を邪魔してたと思うからもう一回やるわ。変身。画面が黄色に変わっております。で、キューンってのがこのライオンみたいなやつですね。で、さっきのケケラがこのカエルさんでございますね。それでは必殺技でいきましょう。あ、ごめん、隠しちゃった。隠しちゃった。OK、 以上でございますね。はい、こちらがベルトになりますね。こういう感じでセットして仮面ライダージーンのなりきり楽しんでみてはいかがでしょうか。はい、今日の動画はこれで以上となります。この動画がよろしければチャンネル登録よろしくお願いします。バイバーイ。